いざ、風の行く先を。この場所から気配が二つに分かれているでござる。大元のたたり神の力は引き続き遠くへと流れているが、一部はここに残っている。ただ可能性は高い。まずはこの近くを探してみるでござるよ。何かに引き寄せられている。調べてみるでござる。はっ。いざ風。おとなしくしな。風の雲の行くごと。ボロボロの服の上に書かれた手紙のようでござるな。字の乾き具合からしてすでに長い時間が経過している。とにかく読んでみるでござるよ。ふむ、この手紙によると雄也殿は長門殿の刀を奪おうとして争ったとある。雄也殿は倉庫に火を放ち、長門殿を切って傷を負わせた。そしてここまで追いかけ、体力がほとんど尽きたところでこの手紙を書いたようでござる。でもここにはいないみたいだけど。彼は致命傷を負っている上、たたり神の力による影響を深く受けた。さらにはこの強い気配が魔物を引き寄せてもいる。おそらくもう無事ではないであろう。周囲の痕跡も全てヒルチャールに荒らされ、これ以上探すのは不可能でござる。うむ、今は真相を突き止める必要がある。もしも雄也殿が今無差別な強行に及んでいるのであれば、一刻も早く止めなくてはならない。さもなくばより多くの者が不幸に見舞われてしまうでござる。そうだな、早く行こう。大方彼もたたり神の力に影響を受けたのであろう。武を習う者にとって最も先導されやすい点はその武芸と力の追求にある。ちぐはぐになっていた手がかりが全てつながったようでござるな。拙者に一つ思うところがある。これは失踪事件の答えになるだけでなく、あの襲撃者の素性も特定できるであろう。もう分かったのか。やっぱりこの二つの事件は関係してたんだな。うむ、だがそれでも不条理な話であるゆえ、やはりそのものに会ってから答えを確かめるしかない。引き続き彼の行方を探そう。ここから先いつ危険が降りかかってもおかしくはない。警戒を保つでござるよ。